レントルボーディーズ。はい、今日はですね、エンラージ商事さん提供していただきました、これからの時期必需品ですね、サンシェードですね、フロントガラスの、こちらをね、ご紹介したいと思います。で、今回ご提供いただいたのはですね、私からの要望でですね、いただきました。というのはですね、車種専用設計ということなんで、なぜ、ね、これを選んだかというと、今までエンラージ商事さんの商品をね、今までいろんな商品をレビューさせていただいてきたんですけども、フィッティングに関しては、全ての商品にクレームの付けどころはなかったので、この商品ももちろんね、フィッティングというか、寸法的にはぴったりなんじゃないかなと思ってね、期待して、こちらね、依頼しました。では早速ですね、これね、ワイヤーで、なってるやつですね、よくテントとかあるような感じですね、ワイヤーでこうギュッとなってるやつなんで、収納もね、かなりコンパクトになってますし、直すときもね、本当に小スペース、3列目のラゲッジの下にすっぽり入るような感じなんで、いいかなと思います。でこちらがですね、外の面ですね、太陽光を反射して、車内の温度を上げないっていうものなんで、これはね、今まで私も使ってましたけど、アルファードってね、結構ガラスがでかいんですよね。ベルファインの時もそうだったんですけども、今回に関しては完全にね、フロントガラス全面を覆ってくれるっていうのと、あとこちらですね、ここがね、マジックテープになっているということで、ルームミラーを抱え込んで、固定してくれるので、かなりいいかなと思います。でここにね、ワイヤーが入ってますので、収納の時はね、8の字に、しか回したら、収納できると思うんですけども、これね、今から実際にフロントガラスにつけてみて、フィッティングの方を見てみたいと思います。はい、それではですね、こちらの方をね、ガラスの方にはめていきたいんですけども、これはあれですね、こういう感じで、アルミの面を外に持っていって、広げるだけですね。感じで、ちょっと大きいですね、やっぱり専用ガラスがでかいだけあって専用品ということで、はい、こんな感じでですね、あとはここのマジックテープですねを外してミラーで抱きかかえるような感じですね。端っこ止めた方がいいかな。あれですね、ワイヤーが入っていることによって、両端が突っ張ってくれるのでズレがないような感じですね、イメージ的には。これをここでマジックテープで止めてしまえば楽かもですね、先にね、はい、こういう感じで、ね、今度こっちですね、はい、ではね、こちらの方をね、一通り、設置できましたら、あと最後はですね、このサンバイザーで固定するような説明書きですので、こういう風に固定することによって、きっちりね、隙間なく埋まっているという状態ですね。で今回のね、メリットっていうのは、あれですね、ドライブレコーダーのカメラも外に出てますので、その妨げにならないというのが一番いいかなと思います。ではね、外から見た映像をちょっと見てみたいと思います。はい、取り付けに関してはね、1分かかるかかからないかぐらいで、本当にね、置くだけみたいな感じなんですけども、あとはね、ロームミラーとかマジックテープで固定していただければ OK です。で今回ね、私懸念してたのはね、ドライブレコーダーのカメラですね、こちら外に出てるんですけども、これでね、駐車中のね、室内の温度上昇を防げ、なおかつドライブレコーダーの機能もね、損なわれないというものなので、さすがにね、専用品ということだけあって、ぴったりですね、今までは下半分だけね、見えてたんですけども、これで、真夏の炎天下でも室内のね、温度上昇は少しでもね、和らぐと思います。はい、ということでですね、今回ね、取り付けというか、商品の完全なレビューにはなってしまうんですけども、取り付けに関してはね、ワイヤーが入ってますので、ガラスのところにパッと入ると、パチンと四隅にね、綺麗にはまってくれるような形状になってます。でここの部分ですね、しっかりワイヤーが入ってますので、真ん中もしっかりしてますし、ここがね、ちょうどマジックテープで止まっているので、脱落の心配はないかなと思います。で私がね、前まで、使ってた商品っていうのは、普通にね、100均とかで売っているようなやつなんですけど、これも同じようなね、こういう光を反射するような素材でできてるんですけども、固定がですね、吸盤なんですよね。
で吸盤っていうのはやっぱりこう熱にね、ずっとさらされてるとなぜかわからないですけども、長時間ね止めてると完全に吸盤が外れてしまって、もう室内が半分見えてたりとかねして、結局は、車内熱くなって意味がないっていうのがねずっとあったんで、こういった商品を探しててね、ちょうどエンラジ商事さんがね、発売されたということで今回ねご紹介させていただきました。で、収納に関してはね、こういった収納の袋が入ってますので、これねちょうど8の字に曲げるような感じにすると丸のね、ような形になって、ここにね入れることができますので、30系に関しては、後ろのねラゲッジスペースの下が収納部分になってますので、そこにね入れておけば、まあ、真夏はね、わざわざその見えるところにね流さなくていいぐらいの大きさなんで、大きさ的にはそうですね40センチぐらいですかね、40センチの円ぐらいなんで、そんなに大きいものじゃありませんので、まあ、ラゲッジの下の方ね、ところに入れておけばいいかなと思います。はい、今回の動画ですね参考になったと思われた方は高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、当チャンネルはですねメンバーシップ制度を導入しております。メンバーになるとメンバー限定の動画、メンバー限定のライブですね、こちらの配信をしております。また LINE グループへのご招待もしておりますので、車いじり初心者の方ぜひね、メンバーシップに入っていただいて LINE グループに参加していただければ、まあ、車の質問ねどんどん投げかけていただくと、私もしくはねメンバーの方が回答してくれますので、わからないことがね今後あることも、全部解決していきますので、ぜひねメンバーシップ登録よろしくお願いいたします。また動画配信、ライブ配信の際は Twitter を通じて通知してますので、Twitter アカウントお持ちの方ぜひね私のフォローよろしくお願いいたします。こちらの動画は最新の動画となっております。こちらの動画はおすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。